はい、皆様ご機嫌いかがでしょうか。マウスバートです。今週も文法無料放送の時間がやってまいりました。今週も皆さんと一緒に文法力アップのために頑張っていきましょう。はい、それでは前回の宿題クイズの回答解説に参ります。ずっとオカダルシュートの勉強をしていて、シュートがね、取っ払えるよと、シュート省略できるよという話ですね。そうすると原型が残るよと言ったんですね。ところが実はこの7つのうちに1個だけはシュートが省略できない例外があるよ。それはどれでしょうかという勉強だったんですが、正解は実は5番です。脅威の時はね、判決命令強襲の脅威の時は実はシュート残すんですよ。シュートシンクソと答えないというか残さないと間違いということなんです。これだけです。脅威の時はシュートがいるんですよ。省略できません。意外と知らないですね。あんまり知られてないんですけど、他はできます。他は、省略可能です。実を言うと歴史的には最初はこの形だったんですよ。その後にシュートがみんなつくようになったっていうのが実は歴史的な順番から言うと正しいんですが、まあそんなことは別に知ってようが知ってまいがあまり関係ないんですが、まあ逆に言うと歴史的にそうだっていうことは最初からなかったんですから、シュートのべきっていう意味は当然入るわけがないんですね。はい、なぜか飾りで置くようになったという話だったんですが、まあそれはそれとして、実は脅威の場合、It is strange、びっくりだみたいな、そんな時は実はシュートは入れてあげなきゃいけないんです。省略できません。必ず残してあげます。はい、こういうね、知識も、実は必要になったりする時がありますので、これかなり高度かもしれませんが、でもしっかりね、覚えてもらいたいというふうに思っております。はい、他は大丈夫ですよ。このままで正解です。こちらの方をよく目にするかもしれないですし、問題にもなりやすいですね。さっき前回やった通りね、S つけたり、ES つけたりすると、間違いというふうに言わずになってしまう、そういう場合がありますので、しっかりね、このお飾りシュートの勉強をしっかり、復習されてほしいというふうに思います。以上です。よろしいでしょうか。はい、それでは後半までの宿題クイズを出しましょう。はい、盤面ご覧ください。シュートがですね、まだ1個だけ残っていて、これのシュートのお勉強をしましょう。はい、問題文見ますね。If he should know the fact, he would go mad、これの訳例作ってくださいという問題にしましょう。実を言うと、普通助動詞のお勉強をするというとなると、実は、このシュートはここでは習わないんですよ。実は、別の文法事項の時に習うんですね。別のというのはまだ教えませんが、ヒントは if です。はい、if を使ったある特殊な文法がありまして、それのお勉強する時に実はこのシュートは習うんですが、まあその時ももう一回お勉強しますけども、先んじて一回ちょっと紹介があってやっちゃいましょう。はい、これの役例作ってほしいんですね。もしなんかよく分からなかったら、シュートを辞書で調べると。で、どっかに if がついてある文章とかあったりしますから、その時の、意味をこうね、見つけて、このね、訳例に反映してもらえればと思います。はい、知らなかったら、それで、ね、辞書引っ張っていいですから、それで訳例をちょっと作ってください。はい、今からメッセンジャーやってる方は、この訳例を作ってください。それ以外の方も、ちゃんとね、いいです。調べていいんで、調べて、この英文の訳例を作ってください。